皆さんこんばんは。インスタライブを始めたいと思います。お、来た来た。こんにちは。こんにちは。すいませんね、忙しいところね。いやいや、とんでもない。お疲れ。ありがとうございます。ちょっと待ってね。車の中ですけど止まってるんで。お、オッケー。ちゃんとね、ネックピローもして。あ、これあのフードです。あ、フードか。寒いんだね。そうだね、今日寒いから。なんと今夜は今夜はアメリカワールドカップ第3話ですか。第3話、ついに来た。来ましたね。一周ね、お休みがあったので。うんね。いや、なんかもう待ちくたびれましたよ。いや、間違いないよ。またかまたかと。3話おもろいんですよね、実はね。いや、めちゃくちゃ面白いよ、3話。結構ね、話も進むしさ。うんね、結構場面写真もさ、頑張ってます。うんね、場面写真も出てるしさ。なんといってもね、やっぱりあのシーンがね、おすすめじゃないですか。あのシーンがあるんだよな、これが。そうそう、うん、しかもすごいみんなフォローしてくださってるね。俺も来てるから多分お互いフォローしてくれてますね。ありがたいですね。ありがたい。10万人いったしね。いや、行きました。ありがとうございます。おめでとう。え、俺固まってるらしくて。そう、なんかね、電波が悪いかな、なんかジジジジって固まっ、確か、ちょっと待って。あ、山にいるんですかって言われたけど、ほんと和歌山にいるんで、ほんとに山なんですよ。山中の山。山中の山か分からんけど、山の中にいますよ。 TVer でいます。そうですね、 TVer で。そうだね、 TVer や Hulu さんでもね、見れるので、ぜひ。見れないよって方はお願いします。お、公式さんが拍手してくれた。公式さん来た。メンバーがもうすぐそこにいるっていう。あ、そうなのね。入ってくる。そんな中すいません。入ってこないか。ええ、全然全然。和歌山電波悪いです。てか、あの1話の放送の時和歌山いましたよね、ケイト君。いたいた。でも普通に電波良かった気がするな。あれ、なんでだ。え、だから今日俺リアタイできちゃうかもしれない。わ、いいね。そうなんですよ。俺もね、疑似疑似リアタイで、疑似リアタイするから。トンネルちゃん、トンネルじゃないよ。ということで、まあ、見どころ一個言っとくと、やっぱあのシーンですかね。場面写真にも出てますけどね。そうだね、シーンはめちゃくちゃおすすめだし。うん、ね、やばい、ちょっと一瞬見ると。はい、じゃあ僕が喋ろうかな。じゃあね、おすすめシーンはなんか最初もう結構おすすめで、結構尾上がね、何を考えてるか分かんなくなっちゃうシーンがあって、そこは結構尾上の可愛いシーンがあるんじゃないかなと思いますね。カブラギも結構ね、編集長とかに言われて気づくことだったりあるもんね。そうなんですよね。あれ、消えた。消えたぞ。山中くん消えたぞ。もう一回招待しないといけないのか、これ。まあ、タイミングでコメントしていただければ、ね、招待しますんで、ぜひ。じゃあ、この間皆さん、たくさんフォローしてください。いやね、アメロ第3話、ぜひたくさんの方に
見ていただきたいですね。うん、しかも、ありがたいことにね、本当に皆さん見てくださってるんで、ぜひ、見ていただいて、アメイロの世界にハマっていただけたらなと思います。今多分ね、ジュウちゃんはあれなんだよ。多分、用があって、いなくなったら多分すぐ戻ってくると思う。ね。多分もうちょっとで戻ってくるから、皆さんじゃあ僕と雑談しましょう。皆さんじゃあ飴色で好きなシーンとかあります？逆に。コメントが出てこんな。すごい、ありがたい。ありがたいですね、たくさんの方が。おっ、走る。いけるかな、これで。あ、耳風ね。走るシーン。結構、まあ、耳風、屋上もいいですよね、あのシーンは。招待してるよ。いけたかな。あれ、招待してます。ダメかな。あれ、ダメかな。ジュちゃん、あれ、参加できませんになっているぞ。なんで。あ、来た来た来た。よかったよかった。ちょっと待ってください。はーい。やっぱね、人それぞれ違うんですね、好きなシーンが。はい、すいません。あ、全然全然。ちょっと動き出すポイントでシュートベルトしまいました。大事ですね。ごめん、待って待って。いやー、耳風聞いてました。耳風とか。そう、耳風とか走ってるシーンは確かにね、思いますけど。あれはね、結構裏話もあるじゃん。ね、あ、早かったし。うん。あと俺個人的に好きなのさ、うん、お前が、あの、警察の人にさ、職務質問されるときに、で、それを、なんか気づいて走っていくシーンあるじゃん、かぶらぎが。うん。めっちゃ足速くない、あそこ。赤速いんだよな、あれ。あんな本気で走るってぐらい走りますもんね、かぶらぎ。ね。早いなと思って見てたわ。いや、別にケント君も別に普通に早いじゃないですか、言っちゃえば。まあ確かにね。うん、それはね、普通だから。うん、うん。俺が一番おもろいのは、はい。走っ、あの、ドラマって、その、別で声だけもらうとかあるんですよね。ああ、うん。あるね。で、走ってるシーンがやっぱ外だから、一応声だけもらっとこうかな、みたいな。うん。ケイト君が走りながら、あの、足踏みしながらその場で声取ってるし、動画を俺が撮っていて、あれマジシュールで、ね、シュールすぎて、まあ、あの、いつ出せるか分かんないですけど、うん、まあ7年後ぐらいのいつかね、出したいね。めっちゃおもろいんだよね。本当にあれはびっくりしたな、やっぱりね。声取りだけもするじゃん、やっぱその環境によってさ、取れなかったりする。そうなんですよね。面白かったな。その動画みたいにすごいおもろいんですよ。いつかね、公開しましょうか、じゃあ。まあ、7年後ぐらいですかね、大体。7年後大ボールは大人だぞ。俺、30歳。
30か。足踏みしてました。いやーね、楽しみだね、3話。いや、マジで楽しみ。どん反応が僕らは楽しみですからね。うん。いやー、って感じですね。ねえ。見たわ、第3話。また神奈川は早いんだね。神奈川早いっすね、ちょっと早くて、ね、あとは MBS さんの放送が終わったら、TVer さんとフルールさんでお願いします。そうだね、ぜひね、配信系でも見てほしいね。うん、うん、配信でちょっと順位上げてみましょうよ。そうだね、順位上げたいね、皆さんのお力をお借りしてお願いします。ということで、今後こんなもんですかね。ちょっとバタバタですね。そうね。そちらもね、忙しいし。いえいえ、全然。じゃあ、皆さん、ぜひ見てください、第3話。見てください。はい、お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバーイ。おーい。